久しぶりに無料レポートみたいなの作ったんですけど、まあ有料で今度売るんですけど、それは。いやー、疲れましたね。あの、改善改善修正。あの、動画って、久保さんもそうですけど無、無編集じゃないですか、ほぼ。で、位置取りじゃないですか。今回も、本当に見て確認して、見て確認して、5時、2時確認して、まあまあチェック漏れあるかもしれないですけど、もう、だいぶしたんで。 多分ね、もう結論全部入れると30時間ぐらいかかってるな。<laughs> ね、添削とか修正も入れたら。まあ、はっきり言って最初から何もでき、誰もできないんで、できないです。で、大事なことが、成功する上で大事なことは、できないけど、やってみて改善して、やってみて改善して、調べてやってみてっていう、その反復練習すれば、あの、できるようになります。てか、それをやってないからできないだけでんですよ。で、それをやるのはめんどくさいんですよ。で、そのめんどくさいとか、 ああ、しんどいとか、辛いとか。まあそんな感じ。ただ、もう本当ね、精神論なだけですからね、ここ。うん。解決できない問題ってないんですよ。で、特にビジネスってね、難、なんか宇宙ロケット飛ばすほど難しくないので、ビジネスって客数と客単とリピート。もっとシンプルに言うと、客数客単なんですよ。で、そこにどうやって集客するか。 どうやって商品作って売るか。これしかないんですよ。売り上げ作るのって。じゃ、それ難しいことかっていうと、全然難しくないんですよ。勉強してやれば。改善して。ただ、何が難しいかっていうと、めんどくさいことを乗り越えることが面倒あの難しいってことです。わかりますつまり、精神論です。ね。精神論、木嫌いしてる人多いんですけど、それを乗り越えられないから稼げないんですよ。単純に。やり方あるし、昔と違うんです。やり方も無限にネットで検索すれば出てきます。ね。 で、ビジネスの売上げの公式は、もう客数客単しかないです。シンプルに言ったら。これ以外ないです。これ以上、なんかこれ以外あるんですかこれ以外ないですよ。広告ビジネスに関しても、アクセス数と広告単価ですよね。もうそれ以外ないですよ。<laughs> で、それをどう集めるかじゃないですか。無料でやるのか、有料でやるのかっていう。でね、無料で、無料でもし、コツ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 やるのめんどくさいんだったら、あの、あの毎日何十万とわかんないですけど、広告費かければいいじゃないですか。 うーん露出するしかないので、見てもらうしかないじゃないですか。それは無料でやるのか、有料であるのかっていう、ただそれだけだし、お金がないんだったら、時間使って自分でやるしかないし、でもみんなめんどくさくてやらないんですよ。だからラッキーなんですよ。だって、やり方はあるのにやらないって、もう勝ちじゃないですか、こんなの。勝ち確定ですよ。そんな、だって、それだけみんなが甘いってことですよ。逆を言うとね、ネットビジネスの世界って、リアルビジネスの世界、こんなんじゃないですよ。もっときついですよ。 ネットビジネスはありがたいことで、シンプルな構造なんだけども、超めんどくさいっていう。で、その超めんどくさいをただ精神的に、だからね、僕はあの、なんだあの、前、前の会社でね、社長に言われたんですよ。吉谷。吉谷、ネットビジネスで一番何が大事だと思うと。何が稼ぐ上で大事だと思うって社長に言われたんですね。うーん、そうっすね。気合いじゃないですかみたいな。いや、気合いあればいけると思いますけどね。だよな。みたいな。いってらっしゃい。